丸めると、ここが曲がってきて、あんまり伸びなくなるから、あんまり倒れなくてもいいから、できるだけ起こしても、これぐらいに持ってる。それよりしっかり骨盤が起きてることの方が大事。しっかり息吐いて。膝伸ばして、膝伸ばして。で、今足がザルでちょっとこうなってるから、そう。膝伸ばして、そう。そう、いい感じ、いい感じ。反対いきます。で、こっちも起こして。これは。伸ばして。まあ、全体的に右の方。内ももの方。ここか。ここ。うん、ここ意識して。ここがなってるんですか。ああ。後ろの方がじゃあ来てるな。それはあんまりこっちが足りひんの。倒すのが。で、倒すのも、足先だけじゃなくて、この足の付け根から外側に。そうそうそう。で、あんまり体倒れんでいいから、うん、胸張って、そうそう、前にちょっとこう倒すだけ。あそこで痛い顔の人がいる。つらい。死にたい。大丈夫、わかるでしょ昨日私それだったんですから。この足がこうならんようにさっきと一緒に外に開く。で、手まずつきます。で、もう硬い人はこれでも十分伸びるんですけど、いける人は肘をつける。約1名肘どころでない人がいるわで、できるだけ足は自分の力で外に外に、そうそうそう、内に倒れないようにしっかり伸ばします。目痛いな。で、余裕あったらちょっとお尻を後ろにこう動かすな。どうぞどうぞどうぞ。あれ柔らかいな。自分があまりなんか硬くないっていう感じがしてる。骨盤は硬いって分かって、ね、分かって、これはもう結構お風呂の後とかやってるストレッチしてるので、